KP 明日ねあのー、最後の中央競馬の G1 ホープフルステークスがあるんでね今からそのホープフルステークスの予想をね発表していきたいと思いますうん SK2 というわけではいまあ早速あの考えましたはい まあまあそんなぶ,ぶっちゃけまあそんな買わないと思うけども <laughs> ちゃんと予想しましたはい、えー、というわけでねじゃあまず早速あの印の方からね、えー、発表していきたいなと思いますはいこの,このようになりました、はいえー、本命サートルナーリア太鼓西野デイジー、えー、タガナアドマイアジャスタで、えーで次がミッキーブラックで抑えに ブレイキングトーンバンドギャルドコスモカレンデュラとはいこのような形にね印を打ちましたよねあれ去年はフルゲートだったんだよね確かでまあ今年13とってねまあ去年が多いのか今年が少ないのかわからないんだけどもまあ2歳の順番が2つもありゃあねえという感じはしますねまあ去年のホープフル組がね今なんかみんな何やってるんだっていう感じなんだけども一応ステイフーリッシュは頑張ったかなうん あとタイムフライヤータイムフライヤーねダートで見たいねうんあとね僕が一押ししてたナスのシンフォニーっていう馬はまだ気がしてるみたいなんですけどはいまあね今年はねホープフルステークス組からねどんぐらい活躍してくる馬が出てくるんでしょうねということなんですけどまあまあ解説しますはいあのサドルナーリア、まあ、この馬この馬はねはっきり言って2枚ぐらいね 力上だと思う2戦2勝でねもうクラシックの主役狙えると思うんでダービーとかでも上位狙えると思うんでねあとまあ一応今まであのショート数しか経験してなかったんだけどもこのまあそこがどうかなって感じではあったんだけどもまあ今回13頭しかいないんで、ね、そこら辺は気にしなくていいのかなと思いますまあこのメンツならまあ2枚でも3枚でも上だと思いますねだから単勝1倍台になるんじゃないのかなっていう気はしますよはいで次西野デイジーです、はい 上手いいんだけどねあの勝浦さんの中山 2000m の成績がねあまり良くないんでね、まあ、そこがちょっとね不安かなっていう感じがしますあとでもまあトースポ杯は今年レベル高かったと思うんでねまあ人気するんでしょうけども、まあ、ここは素直に上にとっていいんじゃないかなと思いました、はい、でアドマイアジャスタ、うんまあ、この場 2000m で勝ちくらあるのがねいいねということで。 スタートが不安なんでねちょっと軸にはできないんですけどもまあまあでも偶数番入ったんでねちょっとそこら辺改善できる可能性はあるのかなと思いますあとまあルメールさんが続けて乗ってるっていうのもねいいと思いますでミッキー・ブラックは、まあ、中山 2000m 勝ちがあるんでねうんあとまあこのマーフィー騎手はまあ先行させるのがうまいんでまあまあまあこのまあまあまあ客室まだ定まってはないんだけども前走前の方で行ったんでね しまいの足に生かすかもしれないんだけどもまあ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 、まあ、ジョッキーもねいいと思いますはいでまあブレイキングトーンはまあ新馬でねアドマイアジャスターに勝ってるんでねまあアドマイアジャスター上げるんなら上げないわけにはいかないなというでバンドギャルドもそのさっき言ったレベルの高かったねトースポ杯組のね、まあ、3着ですからトースポ杯ではいでコスモカレンデラは、まあまあ、自在性あってね 全窓いい勝ち方してるんで、でねまあ、そこまで人気しないと思うんで、はい。で、戸崎さん意外とこういう馬持ってくるからね、うん。いいんじゃないかなと思いました。はい。というわけで、このような感じの印です。ホープフルステークスはい。じゃあね、えー、ボンレス高島の、えー、消し馬のコーナーと、田中のね、穴馬のコーナーを、えー、ご覧ください。はい。どうも、こんにちは。 高島です、はい、今回はですね今年最後の G1 ホープフルステークスの決勝も挙げていこうと思いますこちらですね2番ブレイキングドーン福永祐一ジョッキーとなってますけどもまあね人気してる3頭のうち2頭が飛ぶっていうのは考えにくいかったのでまあ硬いかなと思ってるんですけど僕自身はうーんーてなった時にまあ残る1枠をねどの馬が取るか って考えた時に2番ブレイキングドーンかあと11番のバントギャルドをねまあ次ぐらいに人気するのかなと思ったんですけど、まあ、ブレイキングドーンは名前ジャスティン先着はしてますけども、まあ、今の場場状態見ると外枠の方がねいいのかなっていうところでバントギャルドを1個上に置いてこの馬消しで狙っていこうかなと思います以上です。 はい、オプルステイクステク、ねえー、ですね。僕は、えー、昼のダカールから、えー、アナウンマーにあ、ね、げたいと思いますけれども 2000m のね、勝ちがありますあとはね、お父さん、えー、お父父と父父ともに中山の G1 勝ってますね、えー、ビクトワルピサはは皐月賞とあと有馬記念も勝ってるのかな、えー、ネオユニバースも皐月賞を勝っていると中山には縁がある一族ではございます でですば、ねえー、バばは荒れているかということでねあのこの前のアニマ記念見たんですけれどもそうっすね、まああのシュバルグランだけはまあちょっと結構後ろの方からではありますけれども、うんまあ、どう見ても先行有利なのかなと、うん、このま,ま2番手から4番手ぐらいよねあのこうずーっといってあの最後にあの前にね出るって感じで前走京都コース勝ちきったので、えー、この中山でも鉄製も。 いろんな裏付けがあってあるのではないかと思っております一発期待しておりますはいというわけでよかったら参考にしてくださいで、えー、解明発表します。はい、3連複です3連複、で、えー、サーテルナリア軸ですで、まあまあまあ3着は外さないと思うんでねまあまあぶっちゃけ3連単でもいいのかなって気ましたんだけども一応3連複ででもこの買い方だとちょっとね一番 休めが来ちゃったらね取り組になっちゃうんでまあ、そこら辺ちょっと考えないといけないんですけどチキンハイブね、はい、まあサートルナリア軸で2列目にそのね印で上位に回した、えー、西ノデイジアドマイジャスタミッキー・ブラックで3列目にそれにブレイキング・トーンバンドギャルド、えー、コスモ・カレンデゥラを足すという形の3連覆12点。 ここれでいいうと思います、はいまあ、コスモカレンデラとかね、まあ、この3列目がどれか1頭でも絡んだら結構ね、いい馬券になるんじゃないのかなと思いました。はい、というわけで、よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、ホーフルステックスの予想はね、ここら辺で終わりなんですけど、あのー、ちょっとウィン5がね、面白いなと思ったんでね、ちょっとウィン5考えました。はいえー、ウィン5、えーまああのー、一応ね、まあ、1頭だけ上げます、各レース。はい、10レースが、えー、シンギュラリティで まあ、ホープフラ、サーゼルナーリアで阪神の、ね、メインベテルギウス・スティックス・風の子で中山の最終がレジーナ道路・ドーで阪神の最終がレインボー・フラックっていうまあこの,このねウィン5これどうですかこれ、ね、どんぐらいまで残るかなという気がするんですけど分 <laughs> かんない買わないかもしれない買うかもしれないわかんないけども、まあ、ウィン5一応こんな感じで予想したんでねまあ皆さんも何かおすすめあったら教えてくださいというそんな感じですはい。 でだけでえー、以上が「オップフルステークス」の日のね競馬のね予想の動画になりました、はい、今年1年ねまあ、えー、正確に言えばいつからだろうね7月ぐらいからね、まあ、毎週競馬の予想動画上げてったんですけど、まあ、結果はねまあずっとかんしくなかったんですけどもまあね懲りずにね、えー、毎回見てくれてる方もいるということでね本当に ありがとうございましたとということでまあまあ来年もねまああげるんですけどもまあ来年はねまあ少しでもね当たるようにしたらねいいかなと思いましたはいまあまあまあ下手なんでね僕ははい <laughs> ねまあいろいろとねもっと勉強してどういうふうにしたらね売り当たりやすくなるのかというのをね考えてね、まあ、程よくねほどほどにね競馬をとね え接して楽しめればねいいんじゃないのかなと僕は思いますはい皆さんもね是非こういう俺はこういう風に買うだの私はこういう風に買うだの言ってくれたらね僕としても非常に助かるんでねはい色々と教えてください皆さんも、はい、というわけで以上が、えー、そうですねホープフルステークスの予想でしたはいありがとうございました